で64なんですけど、今ちょっと、道の間に降りてきたんですけど、こういった、ポジションでも取り回しがいいので、非常にキャストがしやすいです。で基本的にはアンダーキャストっていうのは変わらないんですけど、水面ロッドティップからね水面までの距離が非常に近いんですけど、まあ、それでも無理なく、キャストできるのはやっぱこのレングスならではかなというところですね。でアンダーで投げるんですけど、まあ、コツとしては、直線的にこう、引き手を動かすんじゃなくて、まあ、若干こう、円を描くようなイメージで投げるとスムーズにキャストできます。
移動してきたんで、改めて、64M プラスに持ち替えました。でボトムね、またタイトに攻めて赤旗狙ってみたいと思います。よし、結構手前、着底間際トンだって、はい、まあアベレージよりちょっと小さいかなって感じですけど、この今ね渋いタイミングなんで、狙いの魚が釣れてくれることはいいこと。はい、ちょっと遅れたけど、フォールでトンとね、いい当たり出ましたね。よいしょ、はい、よし、フォール、赤かな。よいしょ、はい、そっと、悪くないですね。まあこれも30、超えてますね、きっちり。はい、64M プラスのボトムパンプで赤旗。Mm-hmm.